ミルクティーよろしくさん、たい焼きありがとう。マッツさん、たい焼きありがとう。和弘さん、かわいいありがとう。グラファーさん、たい焼きありがとう。ヤマさん、ハートありがとう。オロチさん、レモンスターありがとう。マチヤさん、トツイありがとう。眠すぎて普通に目が開かないんだけど、どうしたいんだこれ。エビちゃん、たい焼きありがとう。寝起き5分。ヤマさん、かわいいありがとう。くんしゆきさん、たい焼きありがとう。ヤマさん、たい焼きありがとう。あ、ここに目を描いたらいいのか。これで配信したら早いのか。ちんちょうげさん、たい焼きありがとう。マスオさん、たい焼きありがとう。エマさん、たい焼きありがとう。2時半ぐらい出た。昨日の最後に送ってきてくれた自撮りめっちゃ可愛かった。間違いした。え、本当？ありがとう。ちょっとほぼさと昨日のさ最後に送ったシーンほぼノーマルじゃろ。あれやばい、本当にもう裸、もう肌そのままやんと思ってそのままやんと思った。須野誠二さん、クマありがとう。ね、今日ツアーの登録発表だよね。ドキドキ、多分当たると思う。マスタカさん、かわいいありがとう。忘れてた。メタバさん、たい焼きありがとう。忘れてたか、見逃してた。ソーリー、ありがとう。うん、新作くるくる3枚揃った。お、嬉しい。ツアー当選したらくるくるのうちわ作ります。え、本当？待ってる。作ってほしい。嬉しい。あ、恐怖オールバックの TikTok 見た。そう、くるくるがおでこを出しています。そっと出た瞬間終わったわ。つじさん、たい焼きありがとう。メタバさん、手紙ありがとう。最速いいよ、いいよ、全然全然。天気はいいのに進めない、風強すぎてお亡くなり、定期定期的にオールバック。時松るさん、たい焼きありがとう。かんちゃんさん、たい焼きありがとう。クリンパさん、たい焼きありがとう。あなたがかわいいありがとう。中村さん、かわいいありがとう。今日ね、夢見た、夢見たんだけど、初めて見るタイプの夢だった。おしりさん、かわいいありがとう。
YXZ3 さん、たい焼きありがとう。しんごさん、レインマスターありがとう。どんな今日の夢は、1期生さん、ドラフト3期生さん、2期生さんがもうみんな卒業しちゃって、もう私たちが、私なんか引っ張っていく番だみたいな夢なんかで、すごくなんかいろいろ葛藤してたどうやったらグループが大きくなるのかみたいなやってた。あ、でもサコさん出てきた。あ、恐怖オールバックの TikTok は本当の風当たってる、当たってる。そう、ヤマさんハトありがとう。オロチさんたい焼きありがとう。最近見た目でくるくるがボートレーサーなっていたまあそれなるかな、ボートレーサーか、ちょっと遠いかな、遠いか。食べて、まあ、ツアーの影響は大きい、大きいね。そう、でも卒業さしてほしくない先輩方だから、もう夢の中で、あ、みんないなくなっちゃったよみたいな。あ、今日の夢なんかすごい謎だったな、変な夢。ゆすべさん結婚してありがとう。やだっけ、考えとくね。研究生4人でテーマパーク行ってて、なんか帰る時間になったらノーピョ急に、私は今から海外に行ってくるから飛行機でみたいな言い出して、えみたいな、みんなで、え、そ、海外行くのみたいな言って、これ別物の話かな、海外行くの、あ、うん、旅行で、なんか旅行でお仕事でみたいな感じ。あ、そうなんだ、行っちゃいしゃいって言って、あ、リオはあのボーリングしないといけないんだよねみたいな、親戚の家族の方がたくさん来るからここに留まってボーリングするって言われたから、え、じゃあ安住一緒に帰ろうやって安住に言ったら、あ、私はなんか帰り、なんか公共交通機関使って帰るから多分帰り道違うよみたいな、なんかなって、え、一人みたいな夢を見た。ヤスベさん結婚してありがとう。やだっけ、考えとくね。松坂さんたい焼きありがとう。眉毛美しい、マジ太かった。あ、オールバックめっちゃ可愛かった、ほんと。こいつさんたい焼きありがとう。お腹、そう、ナビありそうだよね、ほんとに。スイビさんたい焼きありがとう。最近みたいでくるくるプロボーラーになってたあんな下手なのにくるくる、あんな変なフォームのボーリングボーラーなのにプロになってるマスオさんにいました、ありがとう。それぞれの道歩みすぎ、いや本当にそれぞれの道歩みすぎ問題、マジそれぞれ海外行く人だったら、早口言葉、公共交通機関、
公共交通機関、公共交通機関、公共交通機関、うまい。今日もそこそこに頑張っていこう。そこそこでいいんじゃないって感じ。フォーユーさんハートありがとう。かっちゃんさん待機ありがとう。そう濡れた瞬間終わったわ、天気がいいのに。今日お腹やばい、なんでじゃん。進めない、そう今日は戦う系じゃなかったね。殻を破ってたんかな自分の中で。天気がいいのに進めない、風強すぎてお腹なりてんてんてぎりのるはぐちゅっててててててマジ前は弱かった。地下に潜りたいなって思いました。あ、隣に見てたけどボーリングいい感じ、本当いい感じだった。くるくるボーラーになれるかもしれない。ボーラーにディーラーボーラー、くるくるだけ変わらず。くるくるは現実世界でもそうなんですけど、私は公共交通機関が苦手なんですよね。わかんない。広島ってさ、言うてもあるその東京とか大阪に比べたらさ、電車とかさ、線とか、なんか、少ない方じゃん。乗り場とか。なのにもう本当に無理なの。え？何行き？みたいな感じ。だから、一人で帰れない人なの。だから、私は、遊園地行った時に、アズミンに一緒に帰ろうって頼ったのに、くるくる一人になってしまったんです。夢の中の話ね、これでも夢の中の話。あ、前が分けた方が好き。あ、分けた方がすごく好き。え、ほんと嬉しい。夢力の治り永遠リピしてました。あ、すごいシワ、やだ、嬉しい。夢力でそうぜ。もっくんハートありがとう。ビゴの海賊さん待機ありがとう。あ、それリリシーの、リリシー、え、今朝セクシーメアル、なんでかな。新たな夢ができた。くるくるに君と僕の関係の衣装着てもらう。え、あれ、白の制服っぽいやつの、めっちゃミニスカのやつ。え、あったよ。違うか。あ、違うわ。あ、違う。え、どれ？着る。え、着たい。衣装めっちゃ着たい。クリンパさん大気ありがとう。ボーリング独特だよ、くるくる。中間さん大気ありがとう。6月の生配信注文した。実はランダム生配信買うの、え、初めてなの。え、意外かもしれない。いいね、楽しみ、ワクワク。意外になんか沼にはまるのは嫌だから買わないって人も多いのかな。あ、合ってる、ミニスカートのやつ。あ、合ってた、君と僕の関係。え、あれ可愛いなと思ってさ、昨日一昨日見てたの。着たいと思う。でも身近に衣装があるってことは、頑張ったら着ようと思える。華やかな自転車さん大気ありがとう。ちゃんさん可愛い
ありがとう。今日お腹めっちゃ鳴るんだけど。っていうかなんかお腹に肉がついた気がする。すごい嫌。実家に送りたいんだ。そう、くるくるキウイ超苦手、苦手。あ、綺麗だった。ありがとう。お腹空いてる。でも朝食べたら YXZ さん、さん、レインボースター、ありがとう。あ、夢袋の煽りを毎回誰かしらやってると初めて、あ、知った。あ、そうなの。でもそれは言われた、ダンスの先生に。なんかテンプレしか言ってないからそれじゃ伝わらないよって言われた。もっとみたいな、せーのとかじゃ言わされてるか感じがするから、文章にして言ってって言われた。晩ご飯食べた。読ませてキックベースボール大会くるくる、もうやばい本当に。球技は端でちょろちょろしとけっていうくるくるの教え。体育の時間とかね。ドッジボールはコートとコートの真ん中の線のこの端に立っとく。で、外野みたいな顔して立っとく。下バレないくるくるのいつもやるやつ。でも結局バレて狙われるんよね。さっき研究生とのレッスン楽しいよ。楽しい楽しい。赤本さん寝ました。ありがとう。何時間寝たじゃろう。2時間3時間4時間6時間。今日5時間寝た。でも結構寝てるわ。ありがとう、ありがとう。夢力で勝ち恋ガチ工場え、してほしい。聞きたい。超絶かわいい優香。あ、違う、間違えた。言いたいことがあるんだよ。山さんハート、ありがとう。やっぱり優香はかわいいよ。好き好き大好き、やっぱ好き、
やった見つけたお姫様。山地さんめっちゃ可愛い。ありがとう。三騎士とえそんな話はしないかな。まだくるくる話に行けない。キョドっちゃう。あキョうんチキっちゃう。チキ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 ペッパーズって感じ。あ言いたいことがあるんだよ。やっぱり優香は可愛いよ。好き好き大好きやっぱ好き。やっと見つけたお姫様。俺が生まれてきた理由、それは優香に出会うため。俺と一緒に人生歩もう。世界で一番愛してる、愛してる。いちごちゃんくるくるに振りがわからんとかあるけど直接聞きに行けないらしい。あそうなの。え、もう全然来てほしい。もうくるくるはあ、ま、あの待ってる。え、でもたまになんかそう苦戦してる、苦戦してたら、まあ、くるくる教えれるようなさ全然そんな人じゃないんだけどさ。あ53分ありがとう。くるくるまだその全然教えれるようなさ大したダンスできてないんだけどさ、なんかあ一人で苦戦してる子いる、言いに行ってあげようかなみたいな思うけど、それをチキって見てることしかできない。山さん結婚してありがとう。やな、考えとくね。山さんいいね、ありがとう。くるくるはガチ恋工場はクロちゃんさんで覚えました。クロちゃん、え待って気づかんかったんだけど、山人さんタワーありがとう。めっちゃ気づかなかったんだけど、ここにおった、びっくりした。山人さんタワーありがとう。ちょっと待ってよ、初タワー嬉しい、ありがとう。ガチ恋工場したからかな。山人さんありがとう。お礼を書きますのでお待ちください。ありがとう、アウト。ガチ恋工場いつも間違える。修行足りいつガチ恋なんかさ、でも焦る、そのみんなとみんなといらしたらさ焦る。福ちゃんさんファイト、ありがとう。来る先輩話しやすいけど、バリア、え、バリア、あ、やばい時間。バリア貼っとんか分からんけどさ、ナピにも言われるようにさ、私気抜いたら目が死ぬからさ、死んだ魚の目してるの。気抜いたらね、そのなんかそのイライラしててとか、そのなんか嫌な気持ちになって目が死んでるわけじゃなくて、普通に気抜いたら目が死ぬから、多分それもあるんじゃない。こんなやる気がないわけじゃないんだけど、目に力を入れんと、なんやばいやばい。初です、初よね、ありがとう。少しタイムちょっと、あと集中したら目がバキバキる、バキバキになる、このこっちになるから。時々ファイバーとサイバーだけでミックスごまかしてる。いやくるくるミックスは言えない、ほんまに。ファイバーサイバーダイバーみたいな。マジかある方嬉しい。気抜いたら、いや今生きてるな、光で生きてるわ。
それでは壇上を読みたいと思います。13位中田田さん、ありがとう。12位佐藤健さん、ありがとう。11位、スルーして OK、 スルーして OK さん、ありがとう。10位グリーンさん、ありがとう。9位成田さん、ありがとう。8位クリボーさん、ありがとう。7位みきお先生、ありがとう。6位まちおさん、ありがとう。5位マスオさん、ありがとう。4位オロチさん、ありがとう。3位中文さん、ありがとう。2位山さん、ありがとう。そして1位はドゥルル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 ルパー、山人さん、ありがとう。山人さん、ありがとう。あ、パチパチ、山人さんパチパチもありがとう。初タワーもありがとうございました。お礼します。皆さんも朝見てくれてありがとう。あ、よし、働くか、頑張るか今日も一日頑張りましょう。明日は大丈夫、明日は夜します。それでは今日も一日頑張ろう。おやすみ。あ、間違えた、間違えた、間違えた。行ってきます。